カルロス・サインツ・ジュニアの代役として F1 サウジアラビア GP を戦ったオリバー・ベアマンはレース後、ルイス・ハミルトン、メルセデスにマシンから降りるのを手伝ってもらったという。注水炎で欠場が決まったサインツ・ジュニアの代役として急遽起用されたベアマン。FP3 が週末最初の F1 ドライブとなったが、すぐに印象的なパフォーマンスを発揮。 予選ではあとわずかのところで Q3 進出を逃したが11番手となり、土曜日のレースでもミスなく7位でフィニッシュ。代役として完璧な仕事をこなした。パルクフェルメでは、ハミルトンやジョージ・ラッセル、メルセデス、ランド・ノリス、マクラーレン、が続々と祝福に駆けつけ、チームメイトのシャルル・ルクレールもその走りに感銘を受けたようだ。 ベアマンによれば、F1 で最も過酷なサーキットの一つでレースをした後、ハミルトンは彼を車から降ろすのを手伝わなければならなかったという。この人たちの戦いを見て育ったから、彼らとコースを共有できたのは嬉しかった。そうベアマンはレース後に語った。彼らに認めてもらえて嬉しかった。 僕が苦労していたから、ルイスが僕を車から引きずり出してくれたんだ。デグラデーションが最も少なく、最も横 G が高いサーキットの一つだ。予選のようなラップを50周するのは、本当にフィジカル的に厳しかった。フェラーリでのプライベートテスト、FP1 での走行、ハースでのテスト任務などをこなしてきたベアマンは、 急な飛び入り F1 参戦にも十分に対応できた。しかし最も印象的だったのは、彼の冷静沈着な態度だった。スタートと一周目の乱戦にもひるむことなく、ハードタイヤで臨んだ第二スティントではきちんと自分のペースをつかみ、先行するドライバーたちについていった。スタートに緊張したかと問われると、彼は次のように答えた。 正直なところ、驚きだけど他のレースと同じように感じたよ。F2 とはスタート手順が少し違うけど、ライトが点灯してからは周りの状況に集中していた。幸運にも、F4 時代は無線が放送されなかったけど、F3 時代はもっとイライラしていたよ。でもそれではパフォーマンスが上がらないことを何年もかけて学んできたんだ。 何があっても冷静で言おうとした。特にこういうシチュエーションではね。レースでは僕らに有利な展開となることは分かっていたから、冷静さを持ってレースに臨んだよ。ベアマンはレースを通じてハイブリッドパワーの使い方などを学ぶことができたという。リスタートでは RB の角田勇気に対してかなりいい動きができた。 彼は僕がイン側をカバーするとは考えていなかったように思う。僕の方がペースは速かったけど、彼らはエネルギーの使い方で僕より少し賢かった。それはこれまで僕がやってこなかったことだからね。僕はレースをしながら、かなり学んでいた。特にニコの場合は、バッテリーの使い方が絶妙だった。 彼はバッテリーを適切な場所で使っているように見えたし、僕は間違った場所で使っているように見えた。それを理解するのに数週かかった。僕は規律を守り、オーバープッシュをしないようにした。